画面の前の皆様こんにちは、ベルクラです。そして島津さんがいます。こんばんは、島津です。久しぶりに光の加減でやらせてもらいます。ちょっと光の加減であれですね、顔が、あ、見えました、ね、ここにいた方がいいですちょっと女の人になってますね。あ、そうなんですよ、マヤっていうサポートクラスですね、医療関連の、なんかこれ自分で装備してる武器ってちゃんとこれ反映されてるんですか？あ、反映されているはずです。ああ、なるほど。なんでアサルト？サブマシンガンかなと思ってるんですかね。そうですね、アサルトに近いサブマシンガンみたいな感じです。とピッケルみたいな。あ、そうですね、ピッケル、うん、ちゃんと装備が反映されるの面白いですね。そうですね、ベルクラさん防ガンですよね。そうですね、ちょっと今ね、防ガンがちょっと強めのやつ出たんで、はい、試しにちょっと使ってるっていう。サブの武器がないんで。ああ、なるほど。まあちょっとこれで代用しようかなみたいな感じになっております。はい、早速ちょっと行きましょうか。ミッションに行きましょう。一番ちょっと今最先端のミッションに、最先端のオープンシーズンでしたっけ、ですよね。行きましょう、オープンシーズン、よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、これ野良でやってるとね、本当連携がね、そう、連携大切なんで、大事ですよね。こうね、クリアできないこと多々ありますね。そうなんですよ。で、レベルが高いキャラでも下手したら死んじゃうっていうのが、連携が取れなければ、うん、ね、最初の方のマップでもやられちゃいますからね。はい、いや、なんか本当これ最初はすごく地味なゲームだなと思ったんですよ。なんかこう、はい、少しずつ少しずつ前に行くから、ゾンビを一匹一匹やるから、そうそう、ゆっくりゆっくり行くのをこう殴って殴ってみたいな。はい、でもなんかこう新しい武器とかスキルゲットしていくと、だんだんこのゆっくりゆっくりやっていくのがね、面白くなってきましたね。あ、あります、あの武器収集とか、うん、そうですね、武器収集、あのなんか箱をちゃんと取っていきたいじゃないですか。はい、あのモッドケースとかウェポンケースとかですよね。そう、あれ結構こう野良でやってるとみんな無視していくからそうなんですよあれ欲しいのにみたいな。そう、自分が開けられない鍵がついてるやつがあって、そうなんですよね、うん、でも他の人が開けられるのに、そういう時って周りの人たちがみんなここにあるぞここにあるぞってずっと言ってますからね。ですよ、名前呼んで、名前呼んで刺して、名前呼んで刺して、そうなんです。じゃあこちらですね、オープンシーズン行きましょう。オープンシーズン、このオープンシーズンって目的何なんですか？目的はですね、ラジオを盗んだじゃないですか、この前のミッションで。はいはいはい。で、そのラジオで傍受した情報によると、うん、ファミリーって敵対組織の、うん、あ、いますよね。いるんですけど、うん、そいつらが何かを企んでるっていう情報が入ってくるんですよ。もしかしたらこっちに襲撃してくるのかもしれない、総攻撃をかけてくるのかもしれないっていうので、はいはい、ちょっと偵察に行こうっていうのが今回のミッションです。はい、なんかもうファミリーってなんか行ったらあそこのニーガンのあれみたいな感じなんですかね。それに近い感じだと思います。近いんですかね。はい、やばいやつらなのかもしれませんね。そこまで、そうですね、集団でだからもう平気で浄水器盗んでいきますかなんかあれ、これはい、2人で最初これ始まる感じなんですかね。あ、そうですね、それで多分途中からっていう。OK です。はい、全然意外と人がいなかったっていう。確かに、まあ、ハードモードとか、はい、イージーモードとかあれで人も分けられますもんね。そうですね、でもここら辺からもうハードが固定になってくるんですよ。ああ、なるほど。クリアした時の達成感はね、すごいですね。いいっすかね、ハードだと。その後のご褒美が。いや、ご褒美タイムが一番楽しみなんですよ、ね。はい、箱がと何が出るんだろう。苦労してやってる割になんかしょぼいの出てきたりしますか。そう。アンコモット。サプのなんか欲しいです。私も自分もレアリティのいいサプが欲しいですね。うん、そうですね、どうしてもレンジのその弱体化が激しくなっちゃいますからね、はい、それもあると思いますし、多分なんですけど耐久率も違うっぽいんですよ。
最近分かりましたからね、サプを外せるって。あの戦闘中に。あ、戦闘中外せるんですか、サプ。外せます。あ、それ知らなかったです。あれって最初から使っていくと絶対途中で壊れるじゃないですか。はい。なので暗殺の時はつけて、はい、でも見つかったりとかもう大丈夫な時はもう、はい、使っても大丈夫な時はもう取るんですよ。あ、どうやって外すんですか。何ボタンだっけな、もう私マウスのサイドボタンに置いてるんですけど。あ、なるほど。あのボタンありますよ、存在しますよ、何かのボタンで取ります。キュポッキュポッキュポッって取りますよ、ちゃんと。あ、それはありがたい情報ですね。いや、本当ゾンビごと、本当それやらないとね、みんな最初の方でね、サプね、壊れてね、みんなあのバンバン銃声鳴らし始めるんで。それは知らんかった。あ、ここだ。そうなんですね。でここがそのファミリーの拠点みたいです。拠点ですか。はい、真下にゾンビがいる。We can't take any more surprise attacks from the family. あ、久しぶりこれ。懐かしい。久しぶりですわ。最近フォールアウトやってたんで。自分もです。うん、かつこれもまあ少しずつキャラ育成も兼ねてあるんで。こっちも面白いからやっちゃうんですよね。はい。ベルクラさんのはもうそれワンパンになりました。いや、ワンパンの時もあれば、はい、そうじゃない時もありますね。あ、本当ですか。うん。自分のは棒結構好きですね、これ。棒まとめてやれますからね、ためやると二段攻撃できるから。あ、そうそう。よいしょ。うまい人はバンバンそれ使って倒していきますから。うん。これは本当に使いやすい。自分はナタとかですかね、使うとしたら。ナタ、ピッケル。ナタ結構一撃でいけるとき多いですもんね。はい、それも。スポーンっていって。そう、スポーンって殴れば危ない。OKOK。結構草むらが、うん、うん。茂みが多いんで、よく出てくる。これ茂みから出てくるの結構びっくりする。はい、あ、めっちゃいるな。確かに。これは。あそこに立てかけるか。そうですね、はしごがどっかにあるんで。なるほど。まあまあ、よいしょ。2人で仲間が来てくれ。お、あ、やばい、仲間来てくれ、やばい、よいしょ。お、ブーちゃん、ブーちゃんがいましたね。せい、いけるか。あ、しゃがみが、せい、オッケーオッケー。あ、いや、最初の頃と比べてだいぶ落ち着いた我々の動きが。そうですね、もうベータの頃と比べたら。ベータはね、ベータはわけも分からずやってた感がありますから、ね、そうなんですよ。どこだろうな、はしご。うん、ランダムなんですよね。あの、ヘリの近くに落ちてたりしてたんですけど。お、入ってきたかな、カクついたから。あ、来ましたね。まあ入ってくるとき絶対カクつきますよね、俺。そうなんですよ。止まるんだよな、俺。で、カクついたら、あ、誰が来たかなって思ったら、ただ単純にカクついてるだけっていう時もあります、うん、時もありますね、確かに。どこだ、はしご。私と一緒のキャラや。期待ですね。スナイパー強いんですよね。おじいちゃんは。おじいちゃん強いですね。はい。なんか他の通常キャラに比べて、うん。なんだったっけ。そう、攻撃力が高くなるんですって。スナイパーライフル。あ、なるほど。はい。そういった利点があるみたいな。いやー、でもスナー、やっぱ必要な場面って多いですもんね。多いですね。結構遠くから、撃つときってちょいちょいあるから。はい。もう人が混じってくるんで、後半だと。よいしょ。あ、ありました？人相手がな、いや、あった。今、もう一人が取りましたね、はい。そっちにあったか。ゾンビの声が聞こえやがる。仲もたくさんいますか。はい、マヤ、はい、ヨきっとというか、まあ、はい、人に対し、こう、物をこう、指定するときの、はい、やつ、面白いですよね。ヘイヘイ、りかける。それしか喋れないから、どうにかそれで意思疎通を取るしかないです。これで意思疎通するの難しいんですよ。面白いこれ、ある意味。ずっと名前呼んでぴょんぴょんしたりして。そうなんです。やばいな。削られてきてますね。結構もらってしまった。あ、入ってきたかな。もう一人入ってきました。来たー、これは仲間が来たー。あ、これレイナだ。
いいね。新キャラですね。あ、新キャラなんだこれ。そうです。ああ、いた、ワイヤーカッターですね。ワイヤーカッターは私に任せてください。持ってますね。私に任せてください。これは武器かな。これを取らないとダメなんだよね。来たウェポン。素晴らしい。これ取らないと。うん、これ行きたい意味がないですからね、ミッションに。はい。アルトランド。いやいや、これは楽しみの一つですから、ミッションの。いや、本当です。これは、おお、危ない。ああ、破裂した。あれ、意外とダメージ食うときありますよね。そうなんですよ。近ければ近いほどダメージを受けちゃうんで、気をつけたいところ。なんで、いつも自分は転ばしてますね。あ、わざと近づいて離れるって結構いいですね、はい、でうまいこと仲間と一緒に巻き添え食わして転ばせてから処理するっていうのは、うん、どこださてとアイテム集めながらアウト。結構私火炎瓶クラフトしまくる系なんで、はい、もうバンバンちゃんとね部品拾っていきたいタイプなんですよね。投げてください。はい、もう投げまくりたい。結構火炎瓶強化したんですよ。あ、じゃあ相当強いですね。そうなんですよ。最初はそんな強くないんですけど、なんか 2,3 人しか倒れませんもんね最初。はい、そうです、そうです。今は殺傷能力がかなり高くなってるんで私の瓶が。いや、もうかなりもう巻き込まれそうになったらゾンビの群れにボンと投げれば、ね、あれって味方に当たんないですよね。しかもあ、当たんないんですよ、うん、自分も当たんないから結構やばい時にバーンと巻き返せるんですよね。そう、あれとは違いますよね。あのラストイヤーと、ラストイヤーはもうみんな、まあ、左マン全て巻き込まれます。左マンされますからね、はい、私もよくなんか味方からあのキラーごと左マンされてました、ね、ありますよね。自分はあれでしたね、味方がちゃんと考えて投げてくれたんですけど、あー素晴らしい。あの鎖投げてくるやついるじゃないですか。はいはいはい。あいつから引っ張られて、お前も燃えろって言って巻き添えにされて。あれ燃えちゃうんですよね。はい。あれ面白かったですよ。あ、いるね。あ、いました。よいしょ。せい。あ、ブーちゃんいた。こっちか。結構削れたな今ので。私の体力目の前で爆発すると多分9割ぐらい削れるんじゃないですかね。だいぶ削れますねそれ、はい、この指定してあげるの大切ですよね。はい、味方敵の位置も指定、うん、これ V を押すのは私めんどくさいんで、もうサイドボタンに設定してるんで、はい、ああ、ま、マウスのですか。あのそうなんですよ、やりやすくてすごい。あ、でもそっちの方がいいかもしれないですね。うん、自分サイドボタンないからあれなんですけど、数に回数限りがないですからね、これ。はい、もう好きなだけ指定できてるんで、うん、でちゃんと近場にいる敵を刺してあげれば、こうタイミング合わせてくれますよね。そうですね、無言でも。あの太っちょのゾンビにも、はい、やってあげると味方はね気をつけられますから、ね、と言いながらもう破裂した。大丈夫です、自分が助けます。じゃあ私が援護しますよこれ、はい、この役割分担が大事になってます、はい、自分マヤの能力で、うん、助けるな、あら、うん、マヤの能力でなんですけど、あの、はい、ダウンしてる人を助けると通常の他の人よりか回復量が上がるっていう能力があるんです。あ、それは素晴らしいですね、はい、安心して倒れれますね。そうそうです、まあだから毎朝いれば自分そこを強化してきてるんで。いや素晴らしい、多分ベルクラさんが倒れたら8割ぐらいは回復できますね、そのメーター。素晴らしいね。なんで任せてください。そういう役割分担がやっぱ重要になってきますよね。はい、サポートって本当重要な、うん、本当ですね、ゲームになりますね、これ。この役割が結構分担されてるかどうかで、だいぶ変わってきますよね、難易度が。戦略がもう変わってきますし。うん、だから、サポートがいれば、まあ、安心して、攻められるって感じですかね。うん、確かに。結構奥深いんですよね、このゲーム。
はい、もう攻撃型だと、まあ、確かに攻撃は強いけど、うん、いざダメージを受けたら回復ができないから、そうなんですよねっていう、やっぱバランスは重要な、重要ですね、やつになってますね。よし、あとこう一人突き進まないっていうのが、そう、重要ですよね。一人は絶対行っちゃいけないやつですね。もうみんなでまとまって、あの多分すごいショートカットを知ってる人とかがいて、はい、めっちゃ先に行く人がいるんだよね。分かってる人同士ショートカット使うとすごくいいんだけど、はい、知らない人がいると、うん、ちょっとアタフタしてる間に、そうなんですよね、向こうで倒れちゃったりするから囲まれて、やばい、これなんか、はい、このこれやってると、はい、なんか スティームパックが入ってる救急箱みたいななんか探しそうになる、これ。まあ確かに、フォールアウトみたいな、向こうも荒れてますからね。トイレとか探すんですよね、トイレ。トイレ、ここに絶対スティームパックあるでしょみたいな感じになっちゃう、これ。そう。まあ、言われてみればそうですね。まあ、時代になんか似てますからね、このランチ。荒廃してるのは変わりないですか。うん。うわ、めちゃくちゃあそこいるんですけど、何あれ。どこですか。あそこすごくないですか。あの下。いや、やべえこれ。あれやばいでしょ。なんだ。初めて、こんないたっけ、最初見た時。とんでもない数いるんですけど、あれ。いや、あそこ落ちたらもうダメですね。あれはやばいな。あんな中央にスポーンさせられたらもう、あ、勝てる気がしないです。こっちですね、上に登って。あ、そっちだ。はい。行きましょう、行きましょう。上人間がいるやつですよね。あ、人間います、上に。多分ゾンビの大群にちょっと見とれてちゃったな。まあ、こっちもなかなかいますよ。ここさえ開ければ。前回ここをやった時にバグったんですよ。あ、フリーズしました、まさか。いや、なんかルートを行こうとすると巻き戻されるみたいな、最初の、ループずっとなんかそのワープし続けるんですよ。いや、それは辛いな。辛いんすよね。自分はフリーズしましたね、ギリギリのところで。ああ、残念ですね。なんかエキストラマップみたいなのありますよね、これ。エキストラマップって言うんですか、エリアみたいな。レイドミッションですかね、あのですかね、オレンジ色の。ちょっと待って、これバレそうだ。なんか見られた。あ、ナイス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 。ごめんなさい、やりきれんかったです。どうせ戦いになるんだ。始まった。流してくれ。やばいやばいやばい。あっ、すいません、 HP が不足して。 OKOK、 今行く。 Don't worry, you'll be fine. ナイススモーク、私が援護する。はい、 Thank you. ありがとうございます。いやー、ボーガン楽しいぞ。ボーガン威力ありますからね。同時に2回と威力ある、これ。2でいけますからね。素晴らしい。はい、あ、リロードどうですか、早くないですか。レアリティ上がれば。ああ、リロードし、これ、はい。確かにちょっと早くなってるかもしれない。あ、鍵あった。若干早くなるんですよ、なんか、レアリティ上がったら。うん、でもこうやって性能を高めていくのがちょっと楽しいですね。ですね。この下になんか、あの別ルートありますよ、はい。あ、ここにですか。ここ開けると。ああ、そうですね、そこ。開けちゃおうかな。行きますか。前ここでバグったんですよね。それでもう巻き戻しですか。ここに入ると上の階段から抜けて出てくるみたいな。いや、それ辛いですよ、本当。辛かったですね、あれ。何十分も。そっから行くとちょっとスナイパーに多少狙われるんで。はい。気をつけた方がいいかも。あ、わかりました。右の奥の方に砂が多分一人いるっていう。はい。はい。あ、いた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 。いました。はい。これ砂使いの人いるかな。今一人じいちゃんが。ナイスナイスナイス。頑張ってくれてます。ナイスナイス。自分もサプが来てそうなんで。あんまり私も邪魔しないようにしよう。おじいちゃんやり手です。さすがさすが。他に敵は？いるかな。はい。あ、バレた。大丈夫かじいちゃん。どこだどこだ。
あ、いたいたいた、あそこだ。います？下の木のところに。了解です。あ、ここにもいた。オーケー、頭打ち抜くぞ。狙ってください。そのお水、あ、どこだ、いた、下か。あー、サブ切れちった。どうすかな。あ、マヤサブ、あ、あ、あらま、あ、シリーダーです。オッケー、オッケー。うお、なんだ、あ、グレネードの今、目の前に置いてあったんですよ。グレネードみたいな。あぶねえ、そういうグレネードが。あぶねえ、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 あぶねえ。全滅するとこでしたね。よかった。一人。すいません。一人残ってたからよかったけど。はい。あ、どうすかな。あ、そうか。あ、ここでメディキット出しておきます。ありがとうございます。もう一人やられてる。使ってください。ありがとうございます。ちょっとまずいな。どこいるか。下にいる。よし、やった。まだいる。また、あ、やっべ。OK。ありがとうございます。やっぱ、レベル高くても。神エムなんですよね、このキャラが。一回下に抜ける。はい。危ない危ない。あら、登れない。あ、いけない。あいつら、つべ、素早いな、足が。そう、その上、もう神エムだから。しかも、砂が狙ってる。あと一人いいかな、砂ですかね。スナイパーそこ。あ、あそこか。いけるかな。あ、ナイスです。やった。素晴らしい。あとは、人間はいるか。おー、そろ、いないんじゃないですかね。上の階はいなさそうですね。